マスコットキャラクターの PK 対決を行いたいと思います。それでは両チームの選手を紹介しましょう。まずは愛媛代表、キッカーは愛媛 FC の熱烈サポーターの一平君です。そしてちょっと怖い顔でゴールを守る伊予監督、続いてその伊予監督を迎え撃つ岡山代表、ここは絶対負けられません。ウィアー始まる。岡山代表始まりと愛媛代表一平君、そして伊予監督、時間の関係で一回勝負の真剣 PK 対決となります。両チームとも両県のプライドをかけて思いっきり蹴ってください。それでは先生愛媛、キッカーは一平君です。キーパー始まり、後攻が岡山ということでキッカーが始まり、キーパー伊予寛太君ということになります。さあそれでは1人目のキッカー一平君、キーパーは始まりです。どうぞ。さあこれは完全に大きく外してしまいました。バジマリューほとんど何もしませんでしたが、ゴールならず一平君。さあ続いて我らキッカーバジマリューキーパー伊予寛太君です。それではどうぞ。そして残念ながら負けたとはいえ、愛媛代表一平君とそれから伊予寛太君に大きな拍手を送ってください。おめでとう。終わった。いや岡山の勝ちだな。また何回も岡山勝ってるよ。どっちどっち。ではここで本日の岡山スタート。